こんばんは。速稼塾の久保です。今晩はですね、6月7日火曜日21時なんですが、モネの家というね、民泊を経営されているモネさんをお迎えして、ちょっとお時間をね、一緒に過ごさせていただこうかと思います。まあ、YouTube をご覧になっている方は、だいたいですね、1時間ほどお付き合いいただければと思います。民泊というとですね、まあ、何かと話題になることもあったり、私たちの経験の中には、まあ、近いような遠いようなね、そんな感覚だと思いますんで、今日はその民泊をまさに経営されていてね、たくさんのご経験をお持ちのモネさんが登場してくださるということでございます。実は私ね、大阪の西成に行った時に、まあ、民泊を利用したことがありまして、そこでね、友人が経営している民泊だったんですけども、オープン前に使わせていただいて、まあ、非常にね、なんだろうな、思い出深い2日3日を過ごしたような思いがありますね。今日は茨城県の民泊でございますんで、そことはちょっと違ったね、魅力が聞かせていただけるんではなかろうかと思います。今日はね、あとは、そうですね、民泊を経営されながら、ちょっと変わったご経験もされているということなんで、例えばね、UFO の話、人間の精神性を高める分野、人間の心理的描写ということなども聞けるかと思います。今、おそらく画面がね、もうすでにね、始まってると思うんですよ。これがモネさんの民泊ですかね。モネさん。こんにちは。聞こえますか？はい、声はよく聞こえます。そちらの方からは、ご確認いただけるでしょうか。こちらの声と姿が見えますか？見えてます。はい。はい。それでは、早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。モネさんとね、やっとね、こういうふうにね、対面することができまして、非常に嬉しく思っております。ではですね、YouTube をご覧の皆様に、自己紹介の方から始めさせていただこうかと思いますけども、まず私からね、私の方を簡単に、紹介させていただきます。速稼塾の久保と申します。2013年からインターネットを通じたビジネスコミュニティを運営してましてね、最近はもう10年目になりますので、こっから50代を迎えるにあたってね、同じロスジェネ世代と言われる世代と、それから50代を豊かに過ごしたい、60代を夢のある時代にしたいというふうな方々と共に、今度はね、投資を味方につけていこうかなというコンセプトで、アフィリエイトや YouTuber に加えて、今度は FX を中心とした投資のコミュニティをさらに強化して進めていこうかと思っております。その中ね、今日はZoom 対談でご紹介させていただきます。モネさんがやっと私の番組に来てくださったということで、本当によろしくお願いします。では、モネさん、自己紹介からお願いします。自己紹介ですか？はい。今、茨城県に住んでいます。出身は福島県です。2011年の、原発事故、それから宮城沖地震、大きな被害を受けたところが私の実家の近くです。まあ、テレビの、ニュースではね、仙台の方、宮城の方が非常に大きくフォーカスされて報道されていたんですが、まあ、福島もかなりひどい被害を受けていまして、まあ、いわき市っていうのは海沿いですので、もう小さな漁港が連なっているんですが、そこもみんなやられてしまったと同時に、原発も一緒に、大きな被害を受けたということで、まあ、たくさんその近隣の方たちが私たちのその実家のね、町に移り住んできたっていう、そういう、経緯がありましたね。兄たちはまだそこに住んでいます。まあ、まあ、そうですね。あと、まあ、今こうやって私、久保さんと、本当に親しげに話すことができるんですが、幼少の頃はあまり人と付き合うの上手じゃなくてですね、上手じゃないってわけではないんでしょうけど、人の目を見て話すっていうのがとっても苦手で、なんとなくうつむいてい、あの、いたっていうのが自分の中では、なんていうんでしょうね。
自分の殻を破れないで生きてたなっていうような幼少を過ごしてたような気がします。まあ、友達との間ではそんなことないんですが、人前に立つとかっていう時はなんとなく伏せ目がちなような子だったように思いますね。はい、お名前はどういうふうにお呼びすればいいですかね。根本悦子というのが本名なんですが、はい、実はなぜかモネの家という民泊の名前を決めるときに、はい、モネのフランスの画家のモネさん、モネが大好きだったので、スイレンの絵がすごい好きで、はい、でそこからモネを撮っているんですが、子どもたちも根本モネにするとどっちから呼んでも根本モネだからいいんじゃないって言って、いつの間にかニックネームがモネになってしまって、はい、出会う人出会う人みんなモネさんって呼んでいるっていうような感じです。はい、はい、では私もね、引き続きモネさんと呼ばせていただきます。ありがとうございます。まあ、皆さんもねモネさんと呼んでいただければと思いますけども、ちなみにその今は、まあ、お仕事として民泊をされているのは、まあ、なんとなく察しがつくんですけども、その他ね、モネさんのお好きな趣味ですとか大切にしているご自身の世界観などありましたらご紹介いただきたいんですけども。はい、いろいろあの久保さんから趣味についてとか、いろいろ挙げていただくように案内いただいてるんですけれども、はい、そうやって改めて考えてみるとですね、はい、なんだろうなと思ったりもしますが、一つにはね、サウンドオブミュージックっていう映画が、はい、すごく大好きで、はい、ミュージカルの映画が大好きなんですが、その中の主人公のマリアの生き方がとってもこう好きでですね、はい、かなりその映画から影響を受けたり、その映画を通して、たくさんのミュージカルの有名な歌がありますので、それで英語に親しんだりということで、英語に触れて英語が好きになったのもやはりそういう洋画の影響が大きかったと思いますね。はいはい、それで、はい、まあ久保さんとちょうどお会いした頃っていうのは、東京に私がちょっと娘たちが独立して家がもぬけの殻になってしまって、ちょっと寂しくなってしまっていた時に、はい、娘が心配してちょっと東京に出てくればという声がかかって、いや私田舎の暮らしが好きでここにいるんだけどなと思いながらも、ちょっとなんか本当なんか寂しいなっていう思いが急にこう襲ってきて、それで娘が心配して、はい、それでちょっと長女のところに居候したのが6年ぐらいいることになってしまって、うん、その間に久保さんと出会うような形になったんですよね。ああ、なるほどね。はい、娘さんがいらっしゃるということですけども、はい、もう今はそれぞれ娘さんとはそれぞれの暮らしをお持ちだと思うんですが、そうですね、娘さんとお住まいだった頃っていうのはもうずいぶん前になります。そうですね、でもそうですね、も笠間茨城に戻ってきてから3年ぐらい経って、うん、その前に6年ぐらいいるんですよね、うん、はい、東京には6年ぐらいいましたね。はい、はい、あ、東京にもお住まいだったんですね。そうです、そうです、東京に娘たちがみんないるんですね、うん、はい、で今ねゲストハウス民泊の、丘の上のモネの家というのをね、はい、経営されていると思いますけど、今いらっしゃるのがそのモネの家ということでよろしいですか。そうです、そうです。おう、で、まあ、後ろのキッチンに見えるような感じがする、はい、そこからいろんなお料理出されてるんですね。あ、そうですね、はい、非常に綺麗にされてるんですね。あ、そうですか。まあ、お客さんが一緒に作ったりとか、お客さん、はい、私が入って一緒にやることもあるし、うん、お客さんたちが楽しんで調理をするようなこともありますし、うん、もう自由に使ってもらうっていうのが私のスタイルになってます、うん、はい、であとね、お聞きしたところによると、特技に、まあ、いろんな人種国の方との関わりをしていくってことがあったんですけども、はい、これってのはやっぱ生まれつき
いろんな人とお付き合いするのが得意だったってことなんですか？違います。さっきも人の目を見て喋れないっていうぐらいだったので、はい、そうではなかったんですが、ただ私の中にはそのなぜか海外に憧れていたような部分もありまして、うん、その海外ということだけではないと思うんですが、自分が知らない世界を覗いてみたい、知らないところを見てみたい、はい、まあ、それと父がその私が小学生ぐらいの時にあの世界中の国々の写真集っていうのを、はい、あの仕事上であの家にあったんですよね、はい、で彼がそれを買っていて、でそれを私はこうページをめくって見るのが大好きで、それでまあいろんな国、あこんな国あるんだ、あんな国があるんだっていうので夢を膨らませていたような部分があるんです。それでその海外に行きたいと思って、うん、あの海外協力青年隊とか申し込むんですが、はい、どうしてもその親を説得する勇気がないんですよ。親が反対するっていうのはもう目に見えて分かっていたので、うん、あの海外行って何が起こるか分からないでしょみたいなことで絶対反対するだろうっていうことを、うん、いやそれでも行くっていうふうに私の方が説得できるだけの自信っていうのがその当時はなかったんですよね、うん、それで結局海外に行きそびれ、うん、その気持ちがずっと残っていて、うん、あの好きな英語をただ映画を見たりすることで、うん、あの自分なりにこう勉強してたみたいな感じでいるんです。なので自分が行けない分、うん、今その民泊なんかでたくさんの海外の人たち、たくさんではないんですが海外の人たちが来るときは私はすごいテンション上がりますね、うん、すごく嬉しいですね。あでもお気持ちはよくわかりますね。やっぱりこう海外というとね、ちょっとね何が起こるか分かんないっていうふうに心配する気持ちは私自身の中にもありますし、当然私のねお父さんお母さんの世代はもっとだと思うんですよ。特に私の両親っていうのは戦後物のない時代に育ちましたんで、まあギブミチョコレートって言ってね、あのジープを追いかけたようなことは多分なかったような気がしますけども、でもそういう時代にまあ生きていたのかなと思うとちょっとまだ不安が残るなというふうに海外について思ってるのも、まあ、そういうところなのかなと思いますけども、あと一つね、その海外の人を思い浮かべるときに私たちはなぜかね、うん、ヨーロッパやアメリカの顔が思い浮かぶんですけども、海外といっても広くって中国、韓国、それから今はロシアとかね、ウクライナとかアフリカとかっていうのも人が当然住んでまして、そこの方が言ってみれば人口が多いはずなんですけども、なんでそこら辺の人たちは私たちはイメージしにくいんですかね。なんかモネさんなりの考えとかあります？やっぱりそのテレビっていうのが私たち の,、うん、あの私たちの世代にとってはもうなくてはならない娯楽だったわけですよね、はいはい、でそのテレビから映るものしか私たちは情報として得ることができないと思い込んでいましたから、うんうんうん、まあそういうふうになってくると大体あのアメリカから入ってくる映画、そうですよね、ニュース、あの映画、ドラマ、そういうものが多かったんだと思いますね。で私の父はあの広告美術関係の仕事をしてたんですね、はい、であの絵がすごい得意で映画館の看板も描いてたんですね。すごい、はい、それで町中の映画館の看板をうちの父が全部担当してたというぐらい、はいはい、その仕事を任されていたんです、うん、なので私はその映画にちょっと恵まれていたんですよね、環境的に、うん、その父がもうその映画館と出入り自由なのでチケットもタダでもらえますし、うん、はい、そういう環境の中で私はあの父についていきながら私だけ映画を見てる、父は奥でお茶飲んでるっていうようなそんなことがよくあって、でその頃見た映画っていうのはやっぱり洋画ですよね、うん、そうなんですよ、はい、それが影響が大きかったと思います、はい、それはね私も同じように感じてきて、海外の映画ってなぜかねアメリカヨーロッパの映画中心でなかなかねアジアやアフリカで作られてる、インドで作られてる映画って目にする機会っていうのがすごく少なかったような気がするんで、まあ私は積極的に、見るようにはしてるんですけども、やっぱりね名作が結構あるんですけども、まあ誰も知らないんで一人で楽しむだけになっちゃうんですよねやっぱりこのアフリカの魅力っていうのはその分だけ、知られてないから、これから
かなり大きく広がっていくのかなとか、やっぱ50以上の民族がいて、80以上の言語があって、私たち、たちの知らない食事とかね、スポーツってのが、なんか渦巻いていて、うん、なんかこれからもね、世界ってもっともっと広がるんだなと、ワクワクするばかりなんですけども。そうですね。私もネットフリックスとか、はい、ギャオとか、いろいろ無料で見れる映画もあり、月払いで見れる映画もあると思うんですが、はい、やっぱり限られた国が多いんですよね。で、はい、私が見たいのは、やっぱ世界中絶対どこでも映画は作ってると思うんですよね。うん、映画産業は少しずつ育ってきてると思うんですね。うん、まだそんなに発展してないところでも、それを夢見てやってる人たちもいると思うので、うん、そういういろんな国の映画を実はすごい探してみたいと思ってるんですよね。うんうん、はい。まあ、そうですね。世界には200ぐらいの国があると言われてますけども、一つ一つの国で作られてる映画を一作ずつ集めても200個になるわけですよね。で、そういったのをこれからね、私も見ていきたいなと思いますし、モネさんもご関心あるでしたら、そのモネの家で紹介できるとなんか面白くなってくるなって気がしましたけど。あ、そうですね。私もベトナムの映画とか、まあ、アジアの映画とか、まあ、たまに見つけ出してみるんですけれども、やっぱそこのこう背景とか、歴史とか、いろいろ裏に流れてるのを知らないと、その映画自体がそんなに深く汲み取れないんですよね。うん、そうすると、その映画を見ながら、脇で検索しながら、何が背景であったんだろう、うん、この時代とか、見ながら見ていたりしますね。で、それはすごく面白いですね。うん、はい。そうなんです。知らない世界が広がる。うん、やっぱりこう、私たちがね、あまり意識しない中東ってのも7億人ぐらいの人がいて、でイスラエルなんてものすごく映画がね、面白いんですよ。でもな、うん、全然日本には知られてなくて。そうですね。私が誘っても誰も見ないっていうことで。まあ、言語の問題とか宗教の問題があって、なかなか受け入れがたいところはあると思うんですけど、その分だけ違いを知るためのちょっと変わった楽しみ方になるのかなと思うんですね。まあ、今日映画の話ばっかりになってしまいますので、はい、ちょっとね、民泊の話をさせていただきたいと思いますけども、はい、まあ、そもそもね、私との出会いっていうのは、どんなものだったか覚えてらっしゃいます？そうなんです。私もね、何年に久保さんと会ったんだろうと思って、いろいろこう、遡っていったんですけどね、ちょうど久保さんに会う頃っていうのは、ちょうど仮想通貨が、はい、いきなり、テレビで、はい、ボン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 出てきた時なんですよ ね、 ね、急にこう急に出てきたんですよね、うん、はい、それであれが2017年の年末ぐらいに、はい、コマーシャルだとかその芸能人の方がなんか出てその仮想通貨を宣伝してたりとかし始まって、で、ね、次の年明けて2月ぐらいがブレイクして、はい、そこで一気に落ちるという、はい、それで塩漬けになった人もいれば、たくさん稼いで億万長者になった人もいれば、みたいなような時があったと思うんですよね。はい、うん、でそれで私もやっとなんか、世の中何が動いてるんだろうっていうので、うん、初めてそこでその投資というのに目を向けるようになったんですよね。それまではなんか投資っていうのは全然自分には縁遠いようなことで、うん、資金のある人だけがやってるんだと思っていたので、はい、でとまあどちらかというと男性の世界じゃないかと思ってた部分もあり、はい、はい、遠くに感じてたものがそのことで身近に自分の中に流れてきたっていう、うん、そこからいろいろこうちょっとその仮想通貨は何が話題になってるんだろう、どういうものなんだろうっていうのを調べて、自分も興味を持ち出していく中で、その Facebook とか YouTube とか見てったら、久保さんの動画に多分たまたま出会ったんだと思います。はい、確かにそうだと思います。私もね、頃っていうのはすごくアクセスが高くて、YouTube はチャンネル登録がものすごい勢いで増えたところだったんですけど、おかげで1万人のチャンネル登録を超えることができて、で、まあ私もね、小さいながら運営していたこの情報発信の速稼塾っていうのがね、まあ一皮むけだと言いますかね、ちょっと大きくなったきっかけではあったんですよ。ただやっぱり残念ながら、仮想通貨っていうのは、まあそもそも投資ですから、誰かが利益を得れば、その分だけ誰かが
損害を被るということで、できてるわけですよね。みんなが儲かるって世界はなくてですね、それがちょっとね、ビジネスとはだいぶ違ってるかなと。ビジネスってのは、お店が10個あったら10個が入ることってのもありえるんですけども、投資ってのは一部の人が利益を得て、その利益を残りの人が全部損害で埋めるっていう形が出てますので、ものすごいね、厳しい世界なんですよね。で、その仮想通貨、ね、これもなんで値段が下がったかというと、利益確定して億万長者が誕生したからなんですよね。ですので、儲かりましたよって言ってるってことは、これから値段が下がるっていうふうなサインっていうのを感じ取ることができれば、いろいろと準備することができたかなと。そして必ず値段が下がったものは今度上がりますんで、じっと耐えることができたのかなと思うんですよ。まあ、当時はね、その中で新規参入の方が、去年買った人が儲かったから、自分も今年買ってみようかなと思ったら、まさにそっから値段が落ちるところっていうので、そうですね、恐怖を味わったんではないかなと、ね。そうだと思います。まあ、暗号通貨自体はね、大体日本で、ささやかれ始めたのが2014年ぐらいで、で、私がその速稼塾を始めて2年目ぐらいには、その情報革命の次の通貨革命が起こるって言われてたんですよね。それで十分私たちは構えることができたんですけども、その頃に参入した、いわゆる、スタートアップ組っていうのはね、それからいつになったら仮想通貨が有名になるんだろうっていうふうに、やきもきしてたんですよ、もぐらのように。で、テレビ CM が2017年バーンと始まった時に、値段が上がったんで、やった、利益確定できるって言って離脱してったのが最初の送り人なんですよ。あ、そういうからくりなんで、利益確定すれば値段下がりますんでね、その時に買った人はどういうことだっていうふうになったのを、まあ、私はこういうからくりですよっていうふうにお伝えして、でも必ず値段が上がったことに協力して、2018年2019年に仕込み時が来て、2020年以降に値段が上がるっていう、責任は持てないけど、そういう発信をね、大まかにしてたんですよね。で、だいたいそんなにずれなかったかなと思うんですよ。今またビットコインっていうのは400万円台に乗って、去年は700万円ぐらいになってました、ね、そうですね。当時は100万円本当に行くのかなとかっていうところから、そうです、ね、奇跡の200万円を超えてね。で、200万円を超えると利益確定する、その30万ぐらいで買った人たちがみんな利益確定したんですよ。そうですね。でどちらかというと、私の周りでは送り人が生まれてビットコインがすごく儲かったんだって、でその同時に参加した人はなんか値段が落ちてるぞみたいなね。まあ本当非気候のものでございます、はい、思い出深いですね。はい、そうですね。でそれからほどなくして、おそらく何ですか、柴又でねお会いするような機会があったと思いますけど、そうですね、そうです。そうなんですよ。それで仮想通貨にしろ、資金がなければ始まらないので、どうやって資金を作ろうかと思っていったんですよね。でその頃私ちょうど東京で娘のところに居候してる時ですから、結構ねハードに仕事をしてたんですよ。その頃、はい、7時前6時40分ぐらいからもうスクールバスに乗り、インターナショナルスクールで、先生のアシスタントしてたので、そのスクールバスで子どもたち拾うところから仕事が始まっていくので、7時前から仕事が始まり、はい、で学校について授業をやり、でその後子どもたちを送り、それでその後子どもたちを全部バスから降ろした後、私はちょっと夕方から ECC という教室を持ってたので、それをやって9時過ぎまで仕事をしてたっていうような、そんな時期があったんですよね。でもその後にちょっと寝るまでの間になんかいろいろネットで探したりしながら、土日探したりしながらしてて、なんとか資金を作らないことには参入もできないなと思っていた時に、久保さんの速稼塾の話とか、あれという、なんて言ったんです、あの時なんて言ってたんでしたっけね。例のやつって言ってた。例のやつ、あれじゃなくて、例のやつですね。そうそうそう。で、例のやつって何だろう、何だろうと思って、それで問い合わせたのが始まりだったんですね。ああ、確かそうだったですね。あれはね、J コスメっていう社名を出すのは当時ね、進められてなかったんですよ。うん、で、何かいい、代替案ないかなと思って、苦肉の策で例のやつっていうふうに言うようにしたんですけども。それがなんかね、何だろうって気になる人が増えてきて。そうですね。
で、それでまあ、ご連絡いただいたりとかするような機会が増えたんですけども。はい、それでもう速攻動画で、あ、根本さんこんにちはって来た時には、もう本当私はびっくりして、こんなことができるのかっていうのもあるし、こんな、YouTube とかに出てる人がいきなり個人に、話しかけてくるなんてことがあるのかなと思って、びっくりしましたね。はい、やっぱりね、YouTube の魅力っていうのは、動画で自分の気持ちを伝えてですね、びっくりしていただくことができるのかなと思ったんで、それは今でも変わらずに、1秒でも早く動画で返信するようにはしてるんですよね。で、それでやっぱりこう、あ、これは本当にこの人を信頼できるなっていうふうに少しでも思っていただけるように、受け取り手がね、当時のモネさんが気づいた部分があったと思いますんで、じゃあ今度は自分で YouTube でね、発信していこうとか、この人に届けてみようみたいな気持ちになっていただければ YouTube もっと楽しめるんではなかろうかと。そうですね。そういうふうなね、思いで、はい、やってるわけなんですけどね。なかなか YouTube って使い方によってはね、危険なものにもなりますけども、楽しく自分の世界広げてるって思うんですよね。そうですね。だからね、もう仮想通貨がブームだった時に YouTube を、まあ、悪用と言ったら言い過ぎなんですけども、YouTube でものすごくね、それっぽく見せた動画をたくさん作って、まあ、いわゆるなんか二束三文の ICO っていうのに巻き込む事例がすごく増えたんですよ。あの時私ね、ものすごく寂しいっていうかね、ICO ってわけのわかんないものを、言ってみれば仮想通貨や投資の知識が少ない人になんか売り込んでいってね、で責任持たないわけですから、そもそも ICO っていう言葉がなんかもうむちゃくちゃ私たちから見たら変なんですよ。ICO って何でしたか？草コインのことですか？ ICO っていうのはね、暗号通貨が世の中に出る前に今のうちに買っておきましょう、そしたら上場したら値上がりしますよっていう形で売り込んでいく方法なんですよ。あ、で株式でね、ICO っていうのがありますけど、上場前の株を買っていただいて上場したら儲かりますよねっていうのにもうかけてるんですよ。でも実際 ICO で値上がりしたコインってほとんどなくって、まあ体のぐらいなんですよね。そういうのありましたね、たくさんね。はい、だこれはひどい話だなと思ったんですけども、なかなか当時熱狂した方々には伝わらなくって、結局はICO で、もう資金だけどっか溶けちゃったみたいなことが増えたんですよ。たくさんあったと思いますね、あの頃ね、はい。まあ、それのね、なんかその段取りとして体のがね、よく使われてたんですよ。体の枝も400倍800倍に値上がりしたんで、第2のカルダノになりますみたいな感じで喧伝されてね、でカルダノの評価もそれで落ちちゃったみたいなことだったんで、すごくね、当時は、やきもきした複雑な思いがあったんですが、もう流れは止められないんで、私はぼーっと見てるだけで、個人的に相談いただいたらね、いや絶対崩壊するんで買わないでくださいっていうことはっきりと申し上げてたような覚えがあるんですけど、そしたらね、商売の邪魔するんだと怒られたこともあって。つまりね、ICO ってね、アフィリエーターが、インフルエンサーがものすごく報酬欲しさにやってたんですよ。で、私もトップアフィリエーターではいたんですけども、あまりにもこれで人に迷惑をかけたりね、最初から迷惑がかかるって分かってるんで、それできないですよね、自分の報酬欲しさぐらいには。まあ、その時はちょっとこうね、YouTube を皆さんとつながるツールとして使って、そういうふうな目先の利益には、まあ、惑わされないようになと思ってたんですけども、なかなか当時はだから私なりに苦しかったですよ。なかなかね、この ICO の危険さが伝わらないなっていうかね。まあ今ね、 ICO って言葉すらなんか懐かしいなっていうぐらい、もう何もなんかこう上場コインとかってなくなっちゃいましたけど。そうですね、はい、不思議なもんですね。だからこういうことが繰り返されるんで、本当に情報のこう咀嚼の仕方っていうのは慎重にならないと、完全にこれ知らない人からやられます。知らない人は分かったって気になっちゃうんで危ないんですよ。危ない危ないですからね。まあこうやってご縁できてね、いろいろと情報発信の中で気をつけないといけないこととか、それから真面目にやってもダメなことがあるってこととかね、見分けれるようになっていただければと、僭越ながら思うわけですけども、さあその中でね、民泊を経営されて、私の方から今度聞きたいんですけども、民泊っていうのも、はい、なかなかね難しい時期があったと思うんですよ。だからこうね、民泊っていうのは全体的にどんなものなのかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけども、どんな感じでしょうか？民泊って言ってもね、いろんな形が
あるんですよ。はい、まあ、旅館とかホテルとかっていうのは、うん、はい、旅館業ちゃんと組合に入ってですよね、はい、うん、規則がきちっといろいろありますので、うん、保健所の関係もありますし、うん、それはプロの仕事なんですが、はい、民泊の場合はとても緩くて、うん、保健所にもちろん申請に行くんですけれども、お客様と共同調理であれば料理を出してよいっていうことになるんです、うんうん、で私が作って料理を出してはいけないんです。おでもお客さんと一緒にやったっていうことになるとそれは全然 OK なんです、ね、それはなぜかっていうとその個人の自宅を使うのでそこが、うん、普通に飲食の商売やってる方 の, キッチンと違うわけですよね。厨房扱いじゃないってことですよね。そうで す, そ, うです、うん、でその厨房をきちっと揃えてないでそのまま使うっていうこと自体がもう許可が下りないことなので、うんうん、まあ、家庭的なその家をそのまま開放して使っていい、うん、けれどもお客さんと一緒にやるならいいですよみたいな感じなんですね、うんうん、はい、でまあそういう形でうちはお客さんと一緒にやったりすることはありますが、うん、民泊の中にはその全然オーナーが関係しないで建物だけマンションとかの一室を民泊に当ててて鍵をメールでやり取りして何番で開けてくださいって言ってお客さんが勝手に入って勝手に帰ってくるという場合もあります。そういう民泊もありますし、あとは田舎なんかだともう母屋があって一つ同じ敷地の中に家が空いたのでそこを空いてるからもったいないから民泊しようという形で、オーナーはその敷地にはいるけれども建物は別っていう感じで、うん、はい、お客さんを案内するなんてこともあります。それと私みたいに実際に住んでいる家をそのままお客さんに泊まっていただくので、空いてる部屋をどうぞ利用してくださいっていう、うん、はい、形の民泊っていうのがあります、うん。はい、ありがとうございます。私の理解でもね、まあ、もともと住んでる家の部屋が空いてるから民泊にこの部屋だけ出そうかなみたいなタイプ、今はねお伺いしたタイプと、まあ、あとはね民泊でわざわざ民泊業に作ったところを自分では住んでないんだけども民泊に開放するっていうケースがあったり、民泊そのものを賃貸でまた貸しして他に出すみたいな、この3パターンぐらいあったかなと思うんですけども、なんかねたまに話題になって、まあ多くの被害者といいますか、焦げ付きを生む民泊のスタイルっていうのが、なんか何年か前もね、ニュースで語られてましたけども、民泊っていうのは、まあ、もともとは自分の家の空いたところを貸すから、リスクもないし、準備も楽だしってことだと思うんですけども、うん、私がすごくね、これはちょっとやりすぎたんじゃないかなっていうのが、わざわざ民泊の用の施設を建てちゃうっていうタイプは、返済に追われたりとか、ちょっとしたことでお客さんが入らないとすぐに返済が滞ったりとかってあるんじゃないかなと思って、それがクローズアップされて民泊のリスクとか怖さっていうイメージがちょっと出てるのかなっていうところはあるんですよ。モネさんから見てその民泊ってのは本来そんなに危険なものじゃないのに、なんか大きくドーンと商売始めちゃった人がちょっと泣き寝入りするパターンみたいなのはちょっと心配に思われるところありますか？そうですね、それは民泊をなんか簡単にできるような感じで、うん、紹介してる本とかがこう、うん、いくつか出たような時があったので、はい、それで商売としてすごく回転よくやれば儲かるだろうってい う, ような形のところから、うん、多分じゃあ民泊やってみようかみたいな、うん、再三合うんじゃないかと思ってこう立ててしまうっていう形だと思いますよね、うん、そもそもね、私が考える民泊って毎日のように客席が埋まるもんじゃなくって、ちょっとしたシーズンに予約がパンパンと入って、でも1年のうちの半分ぐらいは別に使われてなくってみたいな、こう緩い経営だからこそ普通の人もできるしみたいなことを思ってたんですけども、はい、先ほどのその民泊経営だと、すいませんね、なんかその毎日埋まってることを前提に
シミュレーションするんで、そこがなんか現実やってみたら全然入らないじゃないかみたいなことで、ちょっとね、お手上げになっちゃうみたいなのが想像できる。現実には180日以上稼働してはいけないことになってるんです。うん、ああ、なるほどね。うん、それはあるんです、線引きは。うんうんまあ、それでも採算合うという計算でやったんだと思いますけれども、うんはい、ただ私がその、捉えてた民泊っていうのは、それとはちょっと違っていて、はい、たまたま昔、あの、はい、テレビで、あのまあ、ドキュメンタリーまではいかないと思うんですけれど、海外の、あの、その民泊をやってる方の番組があって、で、年配の方、まあ、中年以上の方だったと思うんですが、はい、若い人たちの、あの、一人旅の人やなんかを、その、自分のうちの空いてる部屋に泊める、っていうことをやっていて、うん、でそれがすごくそのまあその方一人で暮らしていたのでその若い子たちが、はい、あの立ち寄ってくれてその子たちといろいろお話しして、うん、旅の話なんかもして盛り上がって結構楽しいんだよね、うん、これがっていうのを見てあなんかそれすごくいいなと思ったんですよね、うん、あの旅人が立ち寄ってくれてそれで気楽にそこであの普通のうちで寝泊まりしてってで交流もできてって泊める方も楽しく泊まっていく方も普通の旅館とかホテルとは違う味わいを楽しめてあこれ面白いなと思っていたんですね。それが私の中での民泊だった。あじゃあそれがもしかしたらきっかけになって、まあ、今に至るみたいな感じですね。そうです、はい、でいつかやってみたいなと思っていたっていうこと、はい、それはだいぶ長い間その思いっていうのは温められていたんです。どのぐらい何年とか。いやそれはっきり覚えてないですよね。もしかしたら東京にいる頃ぐらいかもしれないのでただその頃にその Airbnb っていうのをその番組の中でそれを使っていたので、はい、そのオーナーは Airbnb って何だろうと思って調べて、はい、それであの登録はしてたんですがその当時はまだ英語でしたね。ああやっぱりはい、ウェブサイトが。はい、で今は、あの多分 Airbnb Japan みたいな感じになって、うん、日本人のスタッフ、私が3年前に始まった時には、日本人のスタッフがいて、でもまだなんか、運営がうまく、あのスタッフの人が教育されてないような感じで、質問すると、あ、それはちょっと待ってください、みたいな感じのところだったと思います。うん、はい、うん。でもそれから3年経って、すごくスタッフの方たちもとっても、あの対応が良くなってスムーズに今は動いてますね、はいはい、うんまあ、そんな形でねあのエアビーと通称言いますけど民泊を間近で見られてきてまさに経営されてきているわけなんですけどもその昨今のね感染症ですとかそれから民泊でちょっとした私先ほどお話したあの事件とかねそういうのがたまにクローズアップされるんですけどもあのモネさん自身最も苦しかった時期っていうのはやっぱりこの3年ぐらいになりますかね。ここ1900まだ、ね、民泊やって丸3年なんですよね。あ、なるほど。1年目はあの、まあ、5月に民泊登録したので、はい、そこから丸1年はあのお客さんがポツ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 と入ってくれて、うん、あ、はいはい、意外にあのAirbnb の力が強くあるんだなと思って、ね、私個人では一生懸命アピールするのは難しいですけど、うん、そこのサイトを使うことでお客さん運んでくれてありがたいなと思って、うん、あ次の年も順調にいくなと思った矢先にコロナだったので、はいはい、そこからちょっと大変になりましたね。あ、そこはやっぱり苦しかったところですかね。そうですね。でも、ま、あの支援金とか助成金とかいろいろ探しては、うんうん、あの申告して申請して、はい、もうなんとかそれで、乗り切ったみたいな。そうですね、乗り切った感じですね。そういう意味ではあのありがたいなと思いました。本当にこういうあのたまたま旅館業の中に組み入れられていたので、うん、もう東京がロックダウンすると、はい、東京からお客さんを呼んでいる仕事なのでどちらかというとお客さんが東京界隈の人たちなので、うん、私も影響を受けますっていうところの 分類に入っていたので、うん、うまく支援金を受けることができたって感じです、うんうん、まあ九死に一生を得たみたいな感じなんですけどもでもこのね2年3年観光業宿泊業はかなり厳しい状態に置かれて生き延びてもあの、はい、ゼロゼロ融資をはじめとする、まあ、巨額な負債がね
返済の当てもなく今ブランと残っている状態だったりとか、そうですね、あとは実際にもうね経営をやめちゃったりとか、残念ながらずっと長い間ね20年30年やってきた商売をもう涙を飲んでやめるみたいなことも結構ありますね。あると思います。はい、はい、旅館業もそうです。ホテルも厳しかったと思います。本当に、まあ、うちも観光業扱ってますんでね、非常に寂しいお便りをたくさんいただきました、この2年間。やっぱりもうこれを機会に転職する、もしくは辞めていくって形で、先も見えないしねってことで。あとやっぱりね、やっぱり宿泊とかってものすごいこう、労力もかかるし、まあ、精神的にも参っちゃうところがあって、喜びがそれを上回るんですよね、きっとね。特に、その感染症など、不要不急とかっていう出だしで商売を制限されると、不要不急のつもりはないんだけども、そういうふうに見られちゃうと、すごく辛いんでしょうね。私もその辺はよくわかるなと思うんですよ。そうですね。うん、まあ、特にね、飲食店も、うん、そうですけども、うん、観光業の中で、そのエンターテインメントですね。ステージとか、出し物とか、音楽、演劇ってのは、ことごとく不要不急のカテゴリーにドンと入れられたんで。ね、そうですね。劇団とか役者さんもみんな大変だったと思いますね。はい。まあ、僭越ながら私もね、民謡やってますんで、ステージは全部なくなりましたね。あ、そうですか。いや、本当に。しょうがないんで、DVD で録画したのをいろんなところに送りつけるという作戦で、忘れられないようになんとかやってましたけど。はい。それでですね、すいません、私のこと話しちゃいましたけども、モネさんがされている、その民泊で、あ、これはちょっと危なかったなっていう、なんか事件みたいなのありました？はい、ありましたね。お客さんの中で、まあ、夏とかになると、どうしても皆さんバーベキューやりたいんですよね。うん、あ、やりたいですね。バーベキューできますか。うん、で、なんて言うんでしょうね。その、私の家の周りに家なんかないんじゃないかと、勝手に思い込んで、その画像だけで、はい、山の中にある一軒家のように思ってくる方もいるわけですよね。いや、でもそんなわけ、そんなわけなくて近所もあるわけなんですよね。はい、はい、はいはい。はいはいはい、うん。なんですけど、まあそういう中で、その大声で騒ぐように、うん、お酒飲みすぎて騒いじゃうってこともあったり、うん、それからバーベキューで盛り上がりすぎちゃって、うん、ちょっと火の始末をきちっとできなかったり、あ、ベランダでちょっと本当にぼや騒ぎがあったり。はいはい。はい、それから、まあ、ペットを勝手に連れてきてしまって、許可を連れてきてしまって、縁の下に逃げ込んだ潜って探して、大騒ぎになったりとか、うん。なるほどね。いろいろありました。救急車呼ぶようなこともありました。もう救急車、消防、警察、みんな夜中に勢ぞろいで、事故現場みたいに旗を立てられて、大変な時がありました。もう近所とか班長とかその辺の地区の方にみんな平謝りで、私も次の日大変でしたもん。お騒がせいたしました。ああ、じゃあそういうことがあって団体様はちょっとお断りみたいな流れになって、そうですね、まあ、その団体10人ぐらいで来ても本当にいい若者たちもいたんですが、その事件を起こした人たちは、うん、10人で来ていたんですが、はい、実はその10人は仲良しじゃなかったんですよ。ああ、なんか寄せ集め。たまたま3人、4人とか、それぞれちょっと接点があって、どっか泊まるとこないみたいな、じゃあここに一緒に混ざっちゃおうみたいな感じで、はい、グループ、急遽グループ作った人らしくて、はい、来て、その縁の下に入って出られなくなったこのことなんかも、他の友達はもう無視なんで、無視しちゃって、俺関係ないんだ、うん、知らないんだ、この人のこととかっていう感じになってしまって、もう大変でしたね。いや、それはお困りだったと思いますけども、まあそういうことがあってもね、今でも、うん、やっぱり立派に民泊経営されてると思うんですが、逆にですね、民泊の良さとか、こんなエピソード感動したな、みたいな、忘れないやられないようなお話、何かありますか？そうですね。お客さんとの距離感っていうのが非常に、大事だなと思っているんですよ。うん、それで、カップルで来たりしたときは、なるべく邪魔をしないようにしてあげたり、うん、あとはお客さんが私と話したい雰囲気の方とは、うん、交流を深めたり、うんうん、あとは、そうですね、この間、つい、2月ぐらいに来たお客さんは、ちょっとハーフの方だったんですが、うんうん、
一泊で帰る予定が次の日大雪になってしまいまして、はいはいはい、降りれなくなっちゃったんですね、山からね、はい、それで結局もう一泊泊まるという形になったんですが、うん、まあ、その方は夜中に仕事していたんですよね、私 の、 その貸している部屋で、はい、インターナショナルの仕事をしている方だったので夜中に仕事していて、うん、で日中は寝てるような感じだったんですが、うん、でまあ、帰るにも帰れなくなったねっていうことでどうしようかって言って、で、うん、ご飯とかどうしようかって話になって、はい、でもご飯も下に降りていけないんですよ、もうあのノーマルタイヤできてるので、あ、それは無理だからって言って、うん、私がお昼も作ってあげ、夜も作ってあげ、うん、もうそういうのはなんかもうブレーコーにこうサービスで一緒にこう楽しむっていう感じで、はい、うん、そういうなんか予定してないことが起こるときに私はすごく楽しくなるんです、ね、それでそのお客さんとも交流深めていろんな話ができて一緒に食べてっていう、うん、なんか初めて出会った人なのになんか家族みたいにスーッとなれるっていうところが面白いなと思うところですね。まあその辺がきっとモネさんのお客様から見る魅力なのかもしれませんので、これからもねその力をこの放送とかを通じて発揮していただければと思いますけども、私もすっかりねモネさんとはねなんか家族のような関係になってるんじゃないかなすごい身近ではあるんですけどね、はい、ありがとうございます。まあそれはね、はい、いろんな感動が思い出となり、思い出が人と人をまあつないでいくのかなと思いますけども、まあそことねちょっと私の YouTube の、これ YouTube でご覧になる方がほとんどだと思うんですけども、その YouTube でねご覧になってる方の中にはちょっとね私と同じロスジェネって言われてる層が結構いらっしゃって、まあ、最も連絡くださるのがロスジェネって言われる方々、40代とかね、今で言うと50代ぐらいの方なのかなと、はいはい、でこれはちょっとね先日もライブ中にお話したことなんですけども、あんまりロスジェネロスジェネって言うと70代とか80代の方も YouTube 見てくださってて、いやお前らはロスジェネじゃねえやって怒られて、ね、なんでですかって聞いたら俺たちはな、お前、戦争で物がなくなってな、傷病兵がいて、就職なんてのも全然なかったし、うん、だから、労働基準法も何もあったもんじゃねえんだよ。で、仕事が決まったと思ったら、高度経済成長で、遊ぼしよぼしで寝る暇ないみたいな感じで。で、わあ、落ち着いたと思ったら、2000万円の老後資金がないような、今を過ごしてんだって怒られて、本当のロスジェネ俺たちだって言ってね。だからそんなね、なんか面白おかしく指摘されて、確かになと思ったんですけども、まあそれは置いとくとしてね、そういうこともあったんですけども、まあロスジェネって言われてるのは今40代、50代中心とする世代なので、仮にそのロスジェネ世代が今ね、ちょっと元気をなくしてるとしてなんですけども、モネさんの方から見てね、やっぱこう難しい時代をそれぞれの年代の方が過ごされてると思いますけども、特にね、40代、50代今過ごされてる方に、なんかね、こうメッセージを伝えるとしたらどんなものがあるかなと、例えば民泊をされてる中でそういった年代の方をねお見かけすることがあると思うんですよ。その方にぜひね、なんかこう励ましのメッセージでもないんですけども、モネさんなりのお言葉をかけていただけて、いただけるとしたらどんなものがあるでしょうか。はい、最近はね40代50代の方で夫婦で来る方もいるんですよね。はい、でそういう方はちょっとこのコロナっていうことがきっかけになって、うん、田舎に暮らすことができるかなって、うん、移住してみようかなというような、うん、こう考えになってきている人が少しずつ増えてるみたいなんですね。うん、でその、まあ、60の定年退職になるまでの間に何か準備しておいて、うん、田舎で暮らせそうな目処がついたらうまくスライドできるようにと、うん、いうことで今こう土地を少しずつ探して歩こうかとか、こうどの辺がいいかとかっていうようなことで、うん、民泊を回りながらそこでも情報を得るみたいな感じの方たちもいます、うん、でやっぱりそれでも40代の方っていうのはまあその移住しようかなと思ってる方たちに関してはまあ便利な都会に住んでたりしますので、うん、マンション住まいだったりする方がいきなりその田舎に来てやっていけるかなっていう不安がすごくあるわけですよね、うん、でその辺のところを私からいろいろこう引き出して
安心し材料が欲しいっていうようなところでもあるのかなと思うんですが、まあ、移住すること自体は、それは夢もあることでしょうし、苦労もあることでしょうし、一概に簡単に説明できるようなことでもないと思うんですよね。ただ、その40代、50代からこの先どういうふうに生きていくかなと思ったときに、その選択していくっていうことは大事なことではあるんですが、その選択するにあたって自分が何をこう基準に選択していくんだろうって、どんな生き方をこの先していこうかっていうときに、そのこれは私の個人的な考え方でしかないですけど、損得感情とか、みんながこうやってるからそれがいいんじゃないかとか、そういう発想からではなくて、はい、自分がなんか何をやってたらこうワクワクするのかな、好き、面白いなと思えるのかなっていうことを、日頃こう忙しい中で、あんまりそこにフォーカスできていなかったりすることってあると思うんですよね。で、子育てもあれば仕事もあればいろいろ忙しいので、あっという間に一日一日送られていっちゃうっていうことなので、そういう中で、でも先をどうしていこうかっていう考え方をしているのであれば、そこにはそのやっぱり本当は自分がこんなことしたかったとか、こういうことになんかこう興味があったとか、こういうことに惹かれるとかっていうものをこう掘り出してって、それを少しずつこう自分の中でこうなんて言うんでしょうね、箱の中にしまってたものをちょっとずつ出してって、で最初から当たるわけではないけれども、あ、なんか思ってたけど、あ、そうでもなかったなっていうのもあるでしょうけれども、でもこれはなんかやってても、もう全然寝なくても平気なんだよね、いつまでもやってられるんだよねとか、そういうものって何かしらこう皆さん持ってると思うんですよね。でそこを見つけ出していく作業を同時にしていって、自分の先の未来をこう楽しいものに描いていくってことが大事なんじゃないかなと思って、で私は今民泊っていうのは、その自分が叶わなかった、海外行くことがなかなかできなかった、旅行ぐらいは行ってるんですけど、住んでそこの国を体験したいっていうことはできなかった、それが今お客さんに来てもらうことでいろいろ知ることができたりするんですよね。でそれはやっぱり私がずっと英語からつかず離れず、一人で なんとなくやり続けてきたことが役に立っていて、急に準備しても間に合わないことなんですよね。やっぱそれも なんか一生懸命ヨガを見て、その英語のフレーズを覚えながら見るとか、なんかずっとこうつないできたことが今になって来たお客さんと話すことができる。それから教育旅行で中学生なんかも子どもたち受け入れするんですが、中国から来た、吉林省から来た子どもたちがたくさん受け入れたんですが、みんな英語しゃべれたんです、中学生で。私はすごいショックを受けて、日本の中学生ここまでしゃべれるかなっていうぐらい、彼たち、彼女たちは一生懸命勉強しての上なんですが、ただあなたたち英語、もちろん私とこう英語で話したんですが、お互いにどうしてそんなに喋れるのって聞いたら、英語って簡単だよって言われたんですよね。で子どもたちがみんな、簡単だよねっていう反応だったんです。でそれがなんか日本の子どもたちが英語難しい、親も英語は難しいからっていう、なんか刷り込みの中でいまだにこうあがいているっていうのとのこうギャップを感じて、ちょっと残念だなと思った部分と、私に何かやれることないのかなと思ったりする。そんな私もペラペラってわけではないですけど、でもそういう現実をこう直に見た時にちょっと考えるところがあったりしました。でもそういうことを考えるのも、好きなことやってきた延長線上に民泊もあり、海外の人たちの接点もありっていう感じで、今は本当にコロンビアの人とか
インドの人とかベトナムの人とか、まあ、いろんな国の人が友達でいるんですね。結構仲良くしていたりします。でそうすると視野がとってもこう広がって、日本っていう枠から飛び出してもっと自由 なんか発想が自分の中に広がっていくのがすごく楽しいんですよね。なのでそういうロスジェネっていう言葉に惑わされたり、その縛られたりせずにこう羽を伸ばしていくような気持ちで、自分のなんかやりたかったこと、やってみたいことを思い出しながら準備していったらいいんじゃないかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。まあ、ロスジェネ世代のね、最も大きなダメージっていうのは、この40年50年の人生の中で何一つ成功体験もなければ挑戦したこともないんですよ。でそれはその人のせいとばかり言えないことがあって、だからこそ自己責任って言葉がものすごく重くのしかかりますし、時にはアドバイスすら攻撃になるんですよね。こうすればいいよ、うん、ああすればいいよっていうのが、それができないからこうなっちゃってるのに分かってくれてないなみたいなことがあるんですよ。うん、でその中でね、私が今回モネさんにそれでもロスジェネの方に語りかけてほしい言葉が何かあればお願いしたいっていうの中にね、モネさんって先ほど話したようにこの民泊ってのを、まあ、初めて3年っていうことだったんですよね。でだからこう年齢のこと言ったら申し訳ないんですけども、60を過ぎてもスタートしてこうやってらっしゃる。でプラス66歳ですから、はい、63ぐらいの時に始まったんですかね。3か4、ですよね。じゃあ63の時に民泊をスタートしたことを考えるとね、それが40代とか50代でスタートできたとしたら、ものすごくなんか可能性っていうのはもっともっとあったんじゃないかなって思うと思うんですよ。でも今現在40とか50を過ごしてる方は、これから何をやっても何も見出せないっていうふうに感じちゃってるんで、いやそんなことないよと、私は40、50じゃなくて60を半ばくらいで始めたんだよ。ないですよ、はい、ね、何よりもそれがね、励まし、現実の励ましだと思うんですよ。プラスここ1年2年で新たに始めようと思っていることとか、実際に始めたこともモネさん自身あると思うんで、そんなね、40代50代で何もかもできなかったとかね、失望することはないよと。確かにいろんな傷ついてね、社会から排除されてみたいな思いは受けちゃったかもしれないけども、でも私から見たらね、本当羨ましいぐらいであって、その若さはっていう風になんかかけてあげれるメッセージがあるんだろうなと思うんですよ。もう何をさといてもその若さが羨ましいですよね。そうですよね。私は久保さんも知ってると思いますが、はい、今年の1月ですよね、久保さんにまた再度連絡を取ったのは、はい、もうその葛飾柴又でお会いした後、はい、私はその後、あ、その頃まあ仮想通貨もいろいろ調べたり、うん、なんかちょっとやってみたりとかしてたんです、はい、したんですけど、うん、その後ね、でも、うん、まあその頃ちょうど久保さんは Facebook で配信をしていたかなんかで、そうです、毎日ピプスピプスっていう言葉を、はいはいはい、こう言っていて、何なんだろうそれって何がピプスなんだろう、ピプスって何なんだろうっていう感じで、私には、うん、そのやっぱりなんかその、はい、FX っていう言葉はそこで分かりましたけれども、覚えましたけど、うん、なんか私には全然なんか現実味がないとかね、なんかさっぱりわけわかんない世界だなっていう感じの印象しか残ってなくて、はい、FX に入っていかなかったんですよね、私はね、はいはい、それでそのままなんかずるずるとなんかうやむやになってしまって、うん、幽霊会員の状態になってしまっていたんですか、はい、その時には入っていながら、でそのままずっと時が経ってしまって、うん、今年の1月に、はい、というかまあ去年ぐらいからまたその民泊の方がお客さんが来ないという中で時間があったので、いろいろまた考える中にその FX もまた浮上してきて、ちょっと真剣にやってみようっていうふうにやっとなって、本をか買ってみたりいろいろしてこう始まっていくんですが、まあ結局一人でやっても拉致が開かないようなこともあり、まあこう他のところをこう訪ねていってみてもなかなかピンとくるような人と出会わず、うん、で結局
そういえばって、その時にやっと久保さん思い出して、はい、久保さんがいたと思って、それで1月になんかもう恥ずかしいながら連絡を取ったんですよね。そしたらまた速攻で動画が帰ってきて、はい、いや懐かしいなと思って、あ、相変わらずこんなこの速攻に速攻でやってくれてる久保さんってすっごいなと思って、はい、あの時から変わらずこれをやってきたんだろうかと思うと、なんかもう本当それにも驚いて、私は、はい、そこから一生懸命やってみようっていうか、まあ、久保さんについていきたいなっていう気持ちがどんどん大きくなってきての今日ですね。なので私はその民泊もやっていますが、あの民泊が最終ゴールでもなくて、もう日々暮らしていること自体が楽しく暮らせるように、来た人たちを楽しくできるには自分も楽しんでいかないとっていうのもなんとなくこう当たり前のように思いながらやってるんです。で畑もやったり、お客さんに新鮮な野菜をそこから取って出してあげたり、はい、お客さんにも積んでもらって出し、うん、あの食べてもらったりっていうこともお客さんの楽しみの一つにもしていけたらなと思いながらやってるんですね。でそれがあの私の中では今とても大事にしてることではありますが、でも FX でも稼げたらいいなと思っています。それはやっぱりあの民泊はあのやっぱり片手間ぐらいの収入という形に、うんうん、あのしかならないですので、そのバリバリやっていくっていう年齢でもないですし、お客さんと楽しんでいくっていうことの方が優先順位が高いので、まあ、そこそこあの週末入ってくれたら楽しいなっていうぐらいのところなんですよね今はね。でそこにやっぱりきちっとしたそのあの収入を他にもう一つ作りたいっていうのがあって FX をやってる。で今回そのオルガルヒに参加させていただいて、はいはい、本当にあの気合を入れてやっていこうと思っていますが、ロスジェルの皆さん、はい、私66歳でもチャレンジしようと思ってますので、うん、皆さんもあの勇気を出してチャレンジしてほしいなと思います。とても私もやっていける自信なんかこれっぽちもないんですが、それでも久保さんがあの温かくですね、いろいろ指導をしてくれてるので、はい、はい、すごく重要なメッセージだったと思います。まあ時間も来たんでそろそろまとめていかないと思いますけども、はい、このね、自信がないけどもやってみるっていうのは非常に大事で、自信がないからやらないって人は、じゃあやらなければ自信がつくんですかって私はねやっぱり聞くんです。そうですね。いや自信があろうがなかろうが目の前にあることを踏み出してみなければ人生進まないですから、やっぱりね、あの部屋で閉じこもっていたい気持ちも分かりますけども、それを繰り返してもこのままではずっとこのままだっていうね言葉があるんですけども、本当にどんどん状況悪くなるばかりなんで、怪我をするかもしれないけども前に踏み出してもらいたいですよね。で40代とか50代だったらまだまだ怪我をしてもね一花二花咲かせれるんで。そうですよ、私なんか去年本当に怪我をして庭仕事をしてて石を動かして圧迫骨折で腰をやられてしまってそれでも1年経ったら歩けるようになってますから。そうですよね、まだまだやり残していることもいっぱいあるので、はい、まあ、ちょっと完全には治らないですけど、それでもあの先が長いわけではないので、大事に一日一日を充実に過ごしたいと思っているんですよね。きっとそのモネさんのお気持ちと行動がロスジェネと言われている人をね、ロストしないジェネレーションに変えていくと思いますので、これからもいろいろとお話聞かせていただければと思います。はい、それではね、最後になっちゃうんですけども、はい、モネさんのモネの家の紹介をして、ぜひねお泊まりくださいというお誘いとともに、よろしければ連絡先を教えてください。はい、では モネの家はあのちょっと山小屋風な家なんですが、まあ、普通に私の家です。うん、はい、なぜそんな山小屋風になってるかっていうと、別荘と家と2つ持つのは無理なので、うん、両方ドッキングしたような形で暮らしたいっていう、はい、思いでこんなような家を建ててしまった。結果お客さんも喜んでくれるような民泊をやれることになってしまったっていう流れもありますね。うん、ラッキーなことに。それと、はい、あの実は私はその、ま、海外の映画とかを見た時によくあのパーティーをやってるシーンがあって、
はい、そのパーティーのシーンで知らない人同士を連れてきてこう合わせて引き合わせていく、そこで知り合いができていくっていうのをよく見かけるんですよね、映画で。はい、でそれがちょっと日本だと、まあ、ちゃんとしたパーティー会場ならあるでしょうけれども、はい、異業種間の交流とかはあるでしょうけど、うん、個人のパーティーにその知らない人連れてくるっていうのはなかなか日本の文化であまりないことなんですが、なかなかね、それをその私はなんとなくやっぱりいろんな人と出会いたい、いろんな人をつなげたいっていう考えがあったので、キッチンも最初から広く作ってあるし、リビングも最初から大きくしてあるんですよね、うん、だからその、うん、皆さんが泊まりに来た時にはあのリビングもとても天井も高いですし、うん、とっても伸び伸びして、うん、キッチンもなんか普段やらないのになぜかモネの家に来るとみんな男性の方は腕を振るうのであの楽しんであの旅行あの料理を作ったりすることもできると思います。でお部屋は、はい、あのベッドを入れてある部屋が2つあって、はい、あと畳の部屋が1つあって、はい、まあ臨機応変にお客さんにこの部屋の方が合うかな、うん、この部屋の方がいいかなとか、うん、あの選んでもらったりしています、はいはい、であとはさっき言ったような朝食は一応お客さんと一緒にっていう形の建前のもと、うん、はい、朝食をお出ししてるのはできるだけ野菜をあの、うん、新鮮なものを取ってきて作ってあげるっていう感じです、ね、うん、はい、それとあの私手作りが大好きなので、うん、あのいろいろ作るんですが、あのピザ窯も焼いて作ってあるんですね。ああすごい。そう、自分で作ったんですよね、レンガをこう積んでてね、でそのピザ窯は外にあるんですが、その外で食べるっていうのはすごく美味しいので、ピザ窯でピザを焼く体験もあの楽しめると思います。それいいですね。はい、それから、うちの近くには、島根の出雲大社の、はい、出雲大社分社っていうのがあるんですよね。あ、そんなのがあるんですか。そうなんですよね。はい。で、あの、出雲大社より大きなしめ縄です。大しめ縄、うん。そこだけは。あれよりでかいんですか。そうなんです。すごいんですよ。で、はい。それがうちから歩いていけるようなところにあるんです。はい。とっても、ちょっと霊言新たかな気持ちにもなりながら、あの散歩コースとしては最高なところに私の家がロケーションとしてありますので、はい、あの楽しんでいただけると思います、うん、で、まあ、どこから皆さんいらっしゃるか分かりませんが、うん、まあ、東京中心に説明すると、上野の方から常磐線で、はい、または、新宿の方から真上野からも出てますが、東北本線とか、うん、湘南新宿線とかっていうので宇都宮の方に向かってくる、はい、両方道が2つあるんですね、こう、うん、で両方から来て、ローカル線が水戸線っていうのがその真ん中に鎮座してるので、こう両方から同じ距離で真ん中に着くっていう感じなんです、うん、どっちから来てもいいんです、うん、はい、そんな感じで、水戸線というところに福原という地名の駅があります。そこから歩いて17、8分でモネの家にたどり着くという感じです、うん、大体の方は車でいらっしゃる方が多いですけどね。あ、はい、はい、それあとは申し込み方法としては Airbnb を使っているんですが、うん、はい、まあ、直接申し込んでいただいても別に問題はありません、うん、その分手数料がかからなくて安くなると思いますね、はい、はい、そうです。これメールアドレスを言った方がいいんでしょうかね。メールアドレスね、こういうふうに紙に書いて出していただくと間違いないんですけども、ない場合は口頭でも構いません。はい、大丈夫です。口頭でモネの家、うん、アットマーク、はい、gmail.com です。はい、 monenoie アットマーク gmail.com ですね。そうです、そうです。はい、モネの家と入れてくれれば、はい、gmail が後ろにつけば、それで OK です。わかりました。動画概要欄につけておきます。で、あとは YouTube の方に、はい、民泊モネの家とか、入れていただくと、茨城県モネの家とか入れていただくと、うん、私が作った動画が載っています。うん、そこで、モネの家の外観とか、家の中とかが簡単に見れるようになっています。
はい、あとピザ窯も作った時の動画があるので、それもあります、ね、あの粘土で作ったピザ窯って検索していただくと YouTube の方で上がっています。はい、ぜひ見てください。皆さん検索をお願いします。はい、そんなとこです。はい、あ、いいじゃないな感じですかね。はい、はい、それではあのまだまだね話し足りないこともあるかと思いますけども、もう夜も遅くなりまして1時間も過ぎましたんで、今日はこの辺でね、はい、次回の楽しみにしたいと思います。モネさん本当あの遅い時間にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に僕はおそらくこれから100人ぐらいの人が見ると思いますので、モネさんのことをねきっと心に留めてくださる方も増えてくると思います。ぜひ皆さんとお会いしたいと思います。そうですね、そうですね、久保さん、うん、あのモネの家でも合宿をぜひやって、みんなで集まってもう盛り上がりたいなと思いますね。やりたいですね。多いですけどね。はい、はい、やってみたい。マックス何人ぐらいいけるんですか？13人までいけます。13人だと、そうですね、私がオフ会するとまあ10人から20人ぐらい来るんで、ちょうどいい感じ。まああのリビングに雑魚寝でもいいって言えばもっと入れますよ。テントでも張りましょうか、こうなって。テントも大丈夫です。庭もあります。はい、腰は見えますか？星も見えます。あ、いいですね。冬はね暖炉を燃やしているのでとてもいいですよ。はい、いやそういう、まあね、素敵な民泊、非常に楽しみなモネのモネさんのモネの家でございますので、なんかね企画を立てていこうかと思います。前回はあの島本の川人を中心に日本全国でオフ会やらせてもらったんですけども、ね、またねあの、うん、トラさんの格好してそう登場しましたよね。今日もしましたよ。今日も撮影したんで大好きですからね。はい、あのあと川人がねちょっとこう閉店して、そうなんか記念館に変わったみたいで、あの時行けて本当に良かった。そうなんですか、記念館になったんですか。はい、だから私の母も連れて行けたんで。そうですよね、連れて行きたかったって言ってね来たんですもんね。はいはい、嬉しかったですよもう。はい、じゃあ、 あの本当にお疲れ様でございました。はい、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。これからもどうぞよろしくお願いします。では放送は以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。